このような形でちょっとですね、いつもと違う形ですけども、オンラインで、また一緒に礼拝を捧げていきましょう。So even though we're online, let's worship God together. 今日はですね、ちょっと、カフェの1階の方で、このようなセットアップになっているんですけども。And we're having the service and downstairs. もしですね、まあ、マイクでね話してるんでそんなに音が入ったりしないと思うんですけども、もし上から2階からね。ズンちゃんズンちゃんグッコッキッコみたいな音が来てきたらすいません。はい、そうですね、今週もですね、オンラインになりますが、来週はハート&ソウルがあります。 So we have a service online this week, but next week we have Heart and Soul. 11時礼拝はオンラインで、一緒に礼拝して、そして2時半からですね、ハート&ソウルは、集まれる人はですね、こちらの、教会で一緒に集まって礼拝したいと思います。We have, although we have a morning service online, but if you can come to this building, let's have Heart and Soul together in this building next week. ハート&ソウルはですね、ヒズコールチャーチの、メンバーに、向けた、今ヒズコールチャーチがどういうところにいるか、本当に一緒に祈り合って教会を共に立て上げる、そのための一致をする場所です。ヒズコールチャーチのメンバーの皆さんはぜひ来週の日曜日2時半予定を開けてください。 So Heart and Soul is a time to get united for this church and pray together. So if you can come, please come to this building. はい、今日はですね、通訳者が隣に立ってないのでね、ずっと私の顔なんで、ちょっと愛ちゃんの顔見たいなって人はごめんなさい。 Today's translator is not on the screen. I'm sorryこんな顔じゃな、鼻がないもんな。はい、今日のメッセージはですね、まあ、先週は永井先生が、また特別なメッセージをしてくださいました。そして、先週ですね、その前の週に私がメッセージをした、不幸中の幸いというメッセージの続きになります。 And last week, Pastor Nagai had a message for us and 2 weeks ago, I had a message aboutblessing in the unfortunate, and then next, today's message is the connected with2 weeks ago's message. これは何でしたっけ、5つの目的の本の中で、苦難の中で苦難を通してキリストの姿に変えられる、その希望を私たちは、持っているんだと、そのような、場所から章から、メッセージを、作っております。 I made a message from the book thatA purpose-driven life, and it says, we are transformed by the glory of God, and even though we are in suffer. 私は本当にキリストの似姿に苦難を通して変えられるという望みがあります。この御業はイエスキリストの十字架によって神様が完成される御業です。So through the suffering, we have.Hope from Jesus, and this comes from the cross of Jesus, and we got saved. そして先々週のメッセージの中では、イエス様が十字架を通られた私たちと同じように苦難を通られた方だから、私たちはこの苦難の中でイエス様と出会うことができる。その出会った時に私たちはイエス様を見て、イエス様の似姿に変えられるんだ、そういう話をしました。So I preached that Jesus himself through the suffering, so we can meet Jesus in the suffering. 今日はまた別の御言葉からですね、この苦難の中の希望について一緒に聖書から学んでいきたいと思います。Today also I want to talk about the hope through the suffering from the different perspective. それでは一緒に御言葉を開いていきましょう。So let's open the Bible together. ローマの8章18節と28節から30節をお読みしたいと思います。 It's Romans chapter 8 verse 18 and 28 to 30 for English speakers, please see the notes. はい、英語はですね、今日はちょっと時間節約のために、通訳がないので、ぜひスライドの方もしくは自分の聖書を開いてください。 You can also see the screen. 一緒にお読みしましょう。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、
義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ローマの書18節と28節30節に書いてあります。もう一つ御言葉開きたいと思います。ヘブル人の手紙12章2節このように書いてあります。このように書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の座の右に着座されたのです。人に一言お祈りしたいと思います。So let us pray together. 天のお父様、今日あなたの御言葉を感謝します。 Heavenly Father, I thank you for your word today. 今日私はそれぞれいろんな苦難を通っています。 Today we are going through a lot of different suffering. 今特にこの時期のことかもしれない。 Especially about this season. あるいはずっと通ってきたものかもしれない。 And or sufferWe have been going through a long time. でも主よ、あなたがこの私たちの人生の中に苦難を許されたのは目的があります。But Jesus, I believe that the reason why you allow to suffer is because you have purpose. 主よ、どうかこの苦難の中でどうかあなたと出会うことができますように。 We pray that we can meet you, Jesus, through this suffering. 今日苦難の中でこの御言葉を読むときに、主よ、どうかあなたの見姿を見ることができますように。We pray that we can see your glory and you through this suffering. それを通してどうか私をあなたの見姿に、栄光の見姿に作り変えてください。Please, transform us, change us through this season. 今日のこの御言葉にどうかあなたが働いてください。Please work among us today. イエス・キリストの、お名前によってお祈りいたします。In the name of Jesus, I pray. アーメン。Amen. Amen. Amen. 今日はこの御言葉から一緒に学んでいきたいと思います。So let's learn this word today. ローマ8章の御言葉ですね。去年の末の一番最後のメッセージですね。もう読みました。I actually reintroduced this Roman chapter 8 last year and at the end of the service.この神の始まり、神に終わる、ね、2020年っていう、メッセージの中の、最後のポイントね、終点を私の駅ではなく神様の駅という、ポイントの中で使いました。So last week at the end of the service I said, our final stop is last stop is not me, not us, but Jesus. この神の駅が、私の目的地なんだと、それが神様が連れてってくれる終点なんだという話です。 So our last stop is not our satisfaction but God. で今日この御言葉にもう少し踏み込んで、一緒に、神様から、聞きたいと思います。 Today we want to go deeper into this word and listen to the word of God. でこの神の駅、ね、この駅とステーション、good のね、私の良い、神様が私に与えている良いものの駅と、ステーションの駅がちょっとかかってますけども。And in Japanese, we have the word station and good. はい。まあ、英語で言うなら、まあ、good can be translated into satisfaction. The station, the final stop, final station to a satisfaction. But it's not our satisfaction, but his glorification, I'll translate. これは私たちの駅ではなく神様の栄光であり、ちょっとうざいな。栄華であります。はい、どうでもいいわ。はい、これをね、まあ、またさらに例えを増やすなら、私は福音線という、ね、鶴舞線やらね、丸の内線、いろいろな線がありますけども、私は福音線に乗っている、この電車の最終終点が神の駅という、それに乗っているんです。 So let me introduce one more example that we are riding on the gospel line and the stop, last stop of gospel line is the good of God. この福音っていう、ね、イエス様が私のために敷いてくれたものです。イエス様が十字架を通して誰よりも先に走ってくれたこの線路があります。 And there is a rail that Jesus, made us. そしてその線路に乗って私は神の駅という終点を目指しているんです。 And weget onto the gospel line and our destination is good of God. イエス様は苦難の中で本当に神の益というこの神の栄光を見て喜びを持っていました。ヘブルの12節に書いてあることです。
as Hebrews chapter 12 says, Jesus had already joy toward the glory of God in the suffering. 私はこの苦難の中でイエス様と出会うことで同じ希望と喜びを見出すことができます。So we can receive the hope through the suffering as Jesus did.ね、今日一緒に、ね、神様と、一緒に行くこの旅をですね、もう一度、神様はどのように作っておられるのか、どのように私たちはこの線路の上を走っていくことができるのか、御言葉から学びたいと思います。So let's learn how we can go through the gospel line or gospel line from the Bible. はい、ゆうさん、準備よろしいですか？ Are you ready for it? はい。ね、このでさらに例えもう一個増やしましょう。神の国鉄道としましょう。これを神の福音線ならば、これは私神の国鉄道の福音線です。Alright, one more example. てっちゃんも大好きかもしれん、こういうの。神の国鉄道です。最近うちの子が電車ばっかり見てるんで、こういう話ばっかり出てきます。And my child is very fond of a train. ね、この、先ほども言いましたこの路線の終着点、終点は1個だけなんです。So there is only one destination for us.Through the gospel line. ね、これは私の益ではなく神の益なんです。 Our destination is not our satisfaction but his glorification.、ね、この神の益、ね、この神の益は誰にそもそも与えられているものでしょうか。 So to who this glorification will be given、ね、もう一度この御言葉を、ね、ローマ8章の御言葉読んでみたいと思います。Okay, let's read the Romans chapter 8 once again. 28節ですね。最初のところに神を愛する人々というふうに書いてある。So as the verse 28 says, to people who love God. これはもちろん私たちクリスチャンのことを言っています。So this is talking about us, Christians. で、それはでもただ私イエス様信じてます。で、私神様信じてます。日曜日は教会行っています。っていうだけの話じゃないです。However, it's not talk about people who like we go to church every Sunday and we believe in God. It's not like that. 何か形だけ表面上の、信仰の話をしているのではないです。It's not about a really thin belief. このイエス様は神を愛するということはどういうことか明確に、御言葉に語っております。Jesus is really clearly talked about how what does loving God mean? ヨハネの14章15節でイエス様が言ったのは、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと言われました。In John chapter 14 verse 15, Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments." つまり私は、この神の益益に、神の益神の益にたどり着ける人、益益になっちゃうと変な、神の益にたどり着ける人、それは、ね、神の戒めを守る人、イエス様の戒めを守る人が、たどり着くことができる、その人たちがその線路に乗っているということができます。So it means people who can love God and keep commands can reach to the His glorification. だから私はこの御言葉というこの福音線というこの線路に乗ってそこに従って歩むときにたどり着く駅なんです。So we are right on theline that God, which is gospel line. なぜならこれは神様がすべてのことを働かせてたどり着く駅だからです。The reason why we can reach to the final stop is because God works for us. それがまず最初の前提なんです。This is the premise. で、何かこの私神様愛してます。で、僕神様愛してるって言いながら自分中心の生き方、自分中心のゴールを目指しているならば、この駅にはたどり着けないです。If we liveWith me-centered life, although we said we believe in God, we can't reach to the last stop. 例えば、私神様信じてます。神様良い方だから私神様のこと大好きですって言いながら、If we, although we believe in God and said God, you're a good father and we love you, but だから神様、私の経済の問題をまず何とかしてください。We love you, soJust settle my financial problem. 11献金とかもうする余裕ないんです。私の経済にあなたの益がくれるんであれば、その時11献金のことを考えます。We can't afford to give tithes, so if you settle my financial things, we can think about giving tithes for you. その人は何という益にたどり着くでしょうか。So these kind of people, for these kind of people, which kind of stop
they will reach. その人は私の理想の経済という駅にたどり着きます。So these people will going to the stop name my ideal financial situation. それを目指している人はそこにたどり着くでしょう。おめでとうございます。If you aim to that stop, you can go there. Congratulations, but そこは神の駅ではないです。But this stop is not his glorification. あるいは神様は私の、ね、この仕事の問題まず何とかしてくださいよと。Well, there are some people who are suffering that. God, please deal with my problem of work. もう聖書読んでる時間なんかないんです。もう勉強の時間でいっぱいです。I have no time to read the Bible.私の仕事にあなたの益をくれたら私はあなたの御言葉をちょっと読む時間ができるかもしれない。And if you, God, if you give me your good to my work, maybe we, I can, have time to read the Bible. そうしたらあなたは私のキャリアゴールというその益にたどり着くと思います。And these kind of people who, these kind of people will reach at the stop name, my career goal.でそれがどんなものであったとしても、その駅があなたが目指す駅が何であったとしても、ね、家族やパートナー、ね、子育て、ね、自分の能力、自分の性格、内面の向上、でそれも素晴らしいものです。So, like, self-improvement or like, parenting or thinking about a partner, this kind of thing is amazing, but でも何であったとしても、それが神様以外であれば、神の駅にたどり着くことはできないんです。But whatever it is, it is not other, it is not about God. We can't reach to His glorification. この、今ですね、永井先生が、新しい、オープン託聖のシリーズを、ね、始めてくださいました。Last week, from last Thursday, Pastor Nagai started a new class about 三条の水訓シリーズを新しく始めてくださったんですけども。And he started a class of Sermon on the Mountain. まず最初に、この、前回は、何々のものは幸いですと、いうところからお話してくださいました。And he, lectured about from the Bible that, be blessed those who. この何々のもの幸いですというこの幸いという言葉は、英語だとですね、これ happy ではなく blessed, blessed are those という言葉になっています。So、in this Bible.God used the word blessed, rather happy. これはハッピーではなく blessed なんで、それは意味があります。It's not happy, but blessed, and it has clear meaning. これは何か私が、この貧しいものは幸いですということは、貧しくてもハッピーだとか、今貧しくてもいつか良くなってハッピーになる、そういうことではないんです。So blessed those who are poor is not.Meaning that you're gonna be happy even though you're in poor, but その授業の中で永井先生教えてくれたのは、聖書の祝福というのは、ね、神様との関係の中に生きているということの幸せ、その幸いなんです。So Pastor Nagai said it's not about being happy in the poor, but our blessing is living in the relationship with God. だから外側の状況にも私自身の状況にも状態にも左右されないんです。And we can't be shaken.By our situation. もう外側の状況はめちゃくちゃで、自分の心もめちゃくちゃかもしれない。でもその中で、そのただ中にあって、神様と共に生きている、この環境の中にとどまるのであれば、あなたは幸いなんです。So even though our situation is like messed up, but as long as we can live in the relationship with God, we are blessed.でこれが神様が私たちに約束している神の益なんです。This is the glorification of God He promised to us. でこの神様が、この神の益について、またさらにこのように書いています。So the Bible says about, His glorification. 8章29節と 30節に、あ、神はあらかじめ知っておられる人々を御子と同じ形にあらかじめ定められたと。そしてまた、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになったと書いてあります。Romans chapter 29-30 says about the justification and glorification. これは私が神様が計画している栄光とは、それは私が栄光の御子の姿に、イエス様の姿に栄光から栄光へと変えるその栄光。これが神様の益なんです。The good of God is being transformed by the glory of God, and we are transformed glory to glory. だから
もし今までこの聖書箇所読んで、あ、今この益というのを自分がハッピーをなることを期待していたら、きっとがっかりしてしまいます。If you expected to be happy when you read the scripture, maybe you're gonna be disappointed. 神様すべてのことを働かせて私の人生ハッピーしてくれるんだ。で、そう思っていたら何かちょっとがっかりするかもしれない。If you think like, God is trying to make me happy through this my life, you're gonna be disappointed. でもし、ね、あなたの人生を通して、あなたの人生の苦難を通して、ね、キリストの似姿に神様が変えてくださる。で、天のお父さんの栄光が表される。で、そこに希望を持つのであれば、その希望は絶望に終わることは決してありません。However, if you have hope that you're gonna be transformed like Jesus and, through this suffering. アーメン。アーメンですか？アーメン。はい。で、これが私が目指している終点です。This is our last stop we aim to. で、まあちょっとね、そういう終点、神様のイエス様の似姿っていう終点って考えてしまうとすごく遠く感じるかもしれない。However, if we imagine the like changed by the glory and we're gonna be like Jesus, this kind of feel far away. あるいは本当に全く違う基準で生きているこの世で生きるにはすごく孤独に感じるかもしれない。And you might feel lonely in this world.なんかちょっとよく私はおちょこちょいなんで焦ってこうホームに降りてやばいっつって乗らないとっつってその場に来た電車乗って逆方面乗っちゃうことちょいちょいあるんですね。 And sometimes I take the wrong plane because I'm like kind of clumsy. やばいっつって焦ってこれに乗らなきゃっつったら気づいたら逆方面に行ってる。 And I really hurried up and ride on the train but I realized that I took the wrong train.私にはでも安心してください。ちゃんとしたこの先導者が今私の先を導いてくださる方がいます。私がついていくのは世の中でもないし世の成功者でもないんです。私はイエス様についていけばいいんです。But rather we need to follow Jesus.だから私はこの線路で言うならばこの先頭車両がイエス・キリストなんです。 So we can say our front car is Jesus Christ. このローマの8章18節にこのように書いてあるんですけども、 As the Roman chapter 8 verse 18 says, 今の時のいろいろの苦しみは将来私に掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものだと私は考えます。これパウロが言っていることです。 So it says, the Paul says, For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. この、パウロが描い、ここで表している、この苦しみもこれから来る栄光に比べれば大したことないんだよ。そう言っているのは、これはイエス様の同じだったと、このヘブル人への手紙の中でパウロが言っています。So the Paul says same things in the Hebrew. そこに書いてあるのは、イエス様は、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめもものともせず十字架を忍んで神の御座の右に着座されましたと書いてあります。It says, Jesus, the founder of the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame.And is seated at the right hand at the throne of God. イエス様も十字架という苦しみの中にあって、その苦しみを前にして、その先にある栄光を見ていました。When Jesus in the suffering, like going to the cross, but he sees the joy set before him. 栄光を見て喜んでいたんです。He rejoiced to see the glory. そしてその栄光は何の栄光か、自分の栄光でもないんです。それは父の天の父の天のお父さんの栄光のことをイエス様は何回も繰り返し、この十字架について弟子たちに話すときに言っています。And this glory was not his glory, but the glory of the Father. And he repeated the Father's glory many times. 御言葉に、父が子によって栄光をお受けになるためですと、私の父が栄光をお受けになります。地上であなたの栄光を表しましたと。
そのように何回もイエス様は天のお父さんの栄光を見て喜んでいる姿が、このヨハネの福音書の中に書いてあります。 from the John we see that、Jesus, how Jesus rejoiced to see the glory of the Father。 イエス様自身も、ね、自分の益ではなく神の益を、天のお父さんの栄光を見てそこに喜んでいたんです。 Jesus himself rejoiced to see the glory of the Father。 だから私はイエス様です。イエス様をにから目を離しちゃいけない。だからイエス様についていくんです。That's why we can't, we can't miss the, Jesus and we can follow Jesus. イエス様につながっているその様子をイエス様はこのイエス様自身このように、述べられました。So Jesus said how we can connect with him. ヨハネの福音書15章9節10節にこのように書いてあります。John chapter 15 verse 9 and 10 says this. 父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父を戒めを守って父の愛にとどまっていると同じようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。 So it says, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, if you will abide in my love.Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. こうしてまた私はね、イエス様の御言葉にとどまる、イエス様の御言葉を守るという、この、ここに戻ってきます。We through this words we can go back to the truth that we gonna connect it with Jesus. 私はね、いろんな苦難を通りますけれども、We going through a lot of different sufferings, but.その中で私はイエス様の姿に変えられることができる。でそれが神の栄光なんです。神の益なんです。 Through the suffering we're going to be transformed into like Jesus. This is the good of God. それは苦難の中でイエス様にとどまってイエス様の言葉にとどまるということです。 Which means we connected and we stayed in Jesus.イエス様は互いに愛し合いなさいという戒めを残しました。Jesus left us the commandments that loving each other. そのようにして私はイエス様の愛にとどまるんです。We can stay the love of Jesus like this. 今日あなたがどんな苦難の中を通っているかわからないですけども。I don't know how kind ofWhat kind of suffering you are going through today, but 今日もう一度この福音という線路にしっかりと自分の車輪を乗せましょう。 But today, let's getting the gospel line. イエス・キリストというこの先頭車輪にしっかりとつながってイエス様に導いてもらいましょう。 And let's connect with the front car named Jesus Christ.もしあなたはキリストの似姿というこの栄光の神の益にたどり着くことができます。で今日一緒にこの神の益を求めていきましょう。 Let's seek the glory of the Father together. で皆さん今日苦難の中にある人たちのために一緒にお祈りしたいと思います。 We wanna pray for people who are suffering today. またこれから苦難を経験するであろう人類すべての皆さんと一緒にお祈りしましょう。 And for people who will experience the suffering. 今日はその場でオンラインで見てる人も、目を閉じて心を開いて、一緒にお祈りしましょう。 Close your eyes and open your heart. Pray together.今まで誰の益を求めてたでしょうか。 Who's good are you seeking? この苦難の中にいるときに神様の益をイエス様を見ることができたでしょうか。 Did you look up to Jesus in the suffering? この中でその苦しみの中にいるときにイエス様につながることを難しくするものは何でしょうか。So what makes you feel difficult to connect with Jesus in your suffering?
ね、今イエス様に心を開いて、聖霊様に心を開いて、ね、それを探ってもらいましょう。Let's open your heart and let Holy Spirit come into your heart and seek it. 今しばらく、ね、イエス様に、ね、私の心を探ってもらう時間を取りたいと思います。So let's have time so that Holy Spirit can seek our heart for a moment. 今静まって心を静めてイエス様に、聖霊様に心を、耳を澄ませてください。Let's listen to the voice of the Holy Spirit with quiet.私は不完全です。God, I'm not perfect. でも、イエス様、あなたが全てのことを働かせて、私をその栄光の似姿へと導いてくださいます。But Jesus, I believe that you work for good and use everything for good. もし今まで私が何か違うものを目指していたならば、何か自分の益を求めていたなら、主よ、が今日それを手放すことができるように助けてください。God, please help us if we are seeking the different things. あなたについていきたい、あなたに従いたい、あなたの益を求めたいと思っても、私の肉が、私の罪が、私の 欲が何か違うものに、イエス様に、あなたにとどまらせることができないようにさせていた。でも今日、どうかそのあなたにとどまることをさせない、その肉をあなたが取り除いてください。聖霊様、どうかそれを私に見せて、そして私がそれをあなたに捧げることができますように、どうか助けてください。天のお父様、今日あなたの栄光を求めます。 Heavenly Father, I seek your glory today.、ね、今日この祈りを共に、心から祈る全ての人に、あなたが全てのことを働かせて、神の益へと導いてください。 God, please use everything and lead to your glory for the people who pray together at this time. 今日私たち全て、神を愛する者たちはあなたの益を求め、あなたの栄光を主の求めます。We seek you and we seek your glory together as the people who love you. この地で、あなたの御心が天で行われたように、この地でも行われますように。 I pray that you will be done. 主の今日私を使わせて、使わして、あなたの栄光をこの地上で示してください。Please use us, send us, so that we can show your glory in this world. 私というこの肉の器をあなたに捧げます。I surrender my body. イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。In Jesus' name I pray. アーメン。Amen. Amen. またもう一つ、短く、お祈りしたいと思います。また質問したいと思います。Let me pray one more thing. で、今日これ、オンラインで見てる人の中で、もし今まで、イエス様のことを知らなかったという人がいたら、あなたも、もし自分の益ではなくて、ね、神様という、あなたを作った、ね、あなたを導いている、あなたに、本当の良いものを知っている、ね、神の益を私も求めたいという人がいるなら、And if you, decide to seek the, glory of God, rather than
たも今日イエス・キリストというこの先頭車両につながることができます。You can connect with the first front named Jesus Christ. イエス様が、十字架にかかって私の、ね、違う方向に、ね、神の益とは違う方向に行こうとするこの私の罪を、その十字架によって私をこの新しくこの福音船に乗せてくださったんです。 Jesus led us to write in the gospel line yet we、chose to the different line named sin。 イエス様は2021年前に十字架にかかって私の罪のために死んで、そして3日目によみがえられました。 Jesus went to the cross2000 years ago and died for us and he is resurrected in 3 days。 私はこのイエス様を信じ、イエス様についていくことでこの神の益にたどり着くことができます。 We believe in Jesus and follow Jesus and then we can reach out the station, the final stop。 で今日、ね、私もこのイエス様を信じます、イエス様の十字架を受け取りたいです、で私もこの福音船に乗りたいです、そういう人がいたら今一緒に乗りましょう。 Let's pray if you think, if you decide that you want to ride on the gospel line together。一言、短くお祈りします。Let me pray for you. 天のお父様、Heavenly Father. 神様ありがとう。 God, I thank you. 私は今まで全然違う自分の益を、自分の自己中心な、自分が目指すゴールを、に向かっていました。 I was heading to my goal, my satisfaction before. でも今日あなたが神の益という、本物のゴールを教えてくれました。But today you told me the real, authentic goal, the good of God. イエス様、あなたは十字架にかかって私のこの罪を、洗い流してくださいました。You shed my sin by going to the cross and die for me. 今日、イエス様の十字架、イエス様を信じます。Today I believe in Jesus. 今日、イエス様、あなたが敷いてくれたこの福音船に乗って、ね、神の益を私も求めます。 Today I seek the last stop which is good of God by the line, by the lane you made us, we made for us。 私の先頭車両となってどうか私を導いてください。 Please be the first front for us。 イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 In Jesus' name I prayアーメン。アーメン。イエス様に大きな栄光の拍手を、しましょう。はい、で今日ですね、初めて、この、イエス様を信じる祈りをしたという人がいたら、ぜひ、クリスチャンの友達に、そのことを話してみてください。If you believe in Jesus for the first time, just share about it to your friends. ぜひね、その友達も一緒にですね、その聖書のことについて一緒に、教えてくれると思います。And let's, Learn about Bible more deeper. はい、それでは、次は、最後に、あ、そうすいません、失礼しました、宣言文ですね、一緒に最後に宣言文を一緒に読みたいと思います。 And lastly, let's read the declarement for our church. はい、それでは一緒に、読みます。今僕映ってないよね、そっちに行くわ。はい、それでは一緒に行きましょう。せーの、イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。 In English, In English, Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. 皆さんにもう一度大きな拍手しましょう。 Give God praise.ありがとうございます。 Thank you so much. ではこれから献金の時間です。 It's offering time. 形だけじゃなく神を愛するとはどういうことかっていうのをメッセージでもあったと思います。 So in the message, there was something like, it's not about what we should do,